さを同時に兼ね備えているのが亀田興毅です。夢の始まりを告げるゴングが鳴りました。超満員の横浜アリーナ、声援が降っていきます。まずいきなりボディから入っていきました。左ストレートを伸ばします。両者ともにサウスポーです。亀田興毅もサウスポーは得意。ここまで2戦2勝 2KO、 ランダエダもサウスポー相手には6戦6勝 6KO です。左ストレートを伸ばした亀田興毅。オープニングブローは竹原さん、はい、まず最初にボディが入りましたね、亀田興毅。そうですね、今もアッパーです、ね、左ストレート入りましたね、はい、であのランダエダ選手は頭がちょっと左行ってるんで、亀田選手のストレートが入りやすいですね、はい。亀田選手はあの潜りながらガードを固めて潜りながらパンチ打ってるんでね、いいですよ、はい。逆にこのいきなりパンチ打とうとしたらランダエダのパンチは長いんで、もらってしまいますよ、はい。よく研究してると思います。左アッパーです。意外と1ラウンドから攻めていきますね。もうちょっと冷静に見ていくかなと思ったんですけど、ただ手が出ることが畠山さん悪いことじゃないですか。いいこといいこといいこと、はい。左ストレート、小さなショートです、うん。このショートは得意のパンチです。左ジャブを伸ばしていきます。こうあのランダエダ選手はお互いにいじゃってくれるから、亀田選手はやりやすいんじゃないですか。本日の WBA 世界ライトフライ級タイトルマッチ王座決定戦、はい、そうですね、足使わないんで本当にあの、はい、いい打撃戦が期待できますね。両者ともにパンチを出しています。ラウンドマストシステムと呼ばれます。ラウンドごとに両者にどちらかに優劣をつけるように奨励されています。3ノック男性、1ラウンドに3回ダウンした瞬間に負けが決まります。ジャッジは3人です。レフリーは採点に加わりません。あ、いいボディ、いいボディが入りました。今日はボディブローがすごくいいです、はい、はい。そのボディブローを見舞ったグローブは日本製の8オンス。偶然のバッティングによります試合続行不可能な場合は4ラウンドまでは引き分け、それ以降はジャッジよりも採点によって勝敗がつけられます。ランダエダ選手あの状態が柔らかいんでね、いきなり上のパンチを狙っていったら難しいですよ、はい。あえて状態を落としてね、ボディを狙った上で、はい、顔面を当てていくっていうのがね、いい戦法だと思いますよ。右アッパー、左ストレート、やはりこのランダエダ選手の、はい、ショートの左です。相手が左のアッパーを狙ってきたところに左を合わせました。竹山さん、いい感じのタイミングでした、うん、いいタイミングでしたね、はい。左ボディ、亀田興毅もう一度離れました。肘でもいいです、肩でもいいんです、はい。結構ね、荒くね攻めた方がこういう間合いの上手い選手にはね、精神的に追い込んだ方がいいですよ。見てしまうとどうしても手が出なくなる、はい、だったらどんどん打っていけばいいと。そうですね、相手は距離測らせてしまうともう相手の良さがどんどん出てきますから、ランダイパン両者ともに今日は白いグローブです。亀田興毅が自分の好きな色、自分のユニフォームこのトランクスに合わせて白を選択しました。亀田興毅頭をつけていく。こういう状態でも絶対亀田選手起きないじゃないですか、はい、背中がきっちり丸まっています。はい、これ起きてしまうとね、はい、ランダイタン得意なパンチがどんどん出てきました。右に当たりました、はい、ここのー亀田興毅ダウン、一瞬の隙を突かれた。でも大丈夫というふうに亀田スロートレーナーに手を振った。大丈夫だというアピールをしました。ここで第1ラウンド、いいスタートを切ったと申し上げた瞬間、まさかの第1ラウンド終了間際のダウンでした。パチンコジョーズ、水曜日はジョーズの日。日本中が熱くなりました。日本中が心を震わせました。日本中を元気にしてくれたあの笑顔、あの歌声、パチンコ花王、今あなたの元へ。驚きました。鬼塚さん、いいスタートを切ったと思った瞬間、はい、もう残り1秒ないところでした。そうですね、ちょっと状態が起きた時なんですよね。この状態が起きるとね、ランダイズ選手はやっぱ多彩なパンチ持ってますから、絶対に状態を起こさないことです。竹山さん、はい、慌てないでほしいですね。そうですね、ちょっとまだね効いてると思うんで、ここはねクリンチでも何でもいいからちょっとしのいでほしいですね、回復するまで。畠山さん、ダメージの残り具合どう見ましたか。残ってると思う。でやはりね、初挑戦でいきなりね、はい、出鼻くじかれましたね。ランダエタのパンチが速くなってきた、冷静に戦ってほしいですね。カウンターいいですよ、オリジナルいいですか。左バッターは、はい、今のカウンターいいです、やっぱりあの亀田興毅はガードが高いので顔面にもらうケースということは今までほとんどなかったわけですが、一瞬ガードを下がったところ、ガード高いところであのプレッシャーかけていけれますからね、はい、相手打つとかないですから。やっぱこのランダエタ選手柔らかくうまいパンチいきますよ。やっぱり
亀田シロトレーナーから後期前やという声が飛んでいる。左アッパーは得意のファンランダイタ、今も左アッパーが入ってきました。土井さん、はい、青亀田サイトなんですが、大竹トレーナーは、まあ、序盤1ラウンド最初ポイントを取っていたところでいきなり突っ込んでやられてしまった、ね、落ち着いていけば大丈夫、ダメージもほとんど感じられないと話しています。左アッパー藤森翔平アナウンサーから、今日は青コーナーサイドに陣取っている亀田光輝、そのトレーナー大竹トレーナーからの声が入りました。昨日前回のラウンドでダウン取られてるけど冷静に戦ってますよ、よく見てますよ、はい、リボディです。今のは横投げにサイドリボディ、リボディもう一回いい角度入りました。ファンランダイナの左ボディを返しました。おー、いい感じだ、いい感じで立て直している亀田光輝。夢の始まり、まさかのダウンで始まった夢の始まりです。右ボディはファンランダイタ、頭をつける亀田光輝。さあここからいつも前にプレッシャーをかけてくるんですが、竹原さんどうですか、はい、そうですね、まだちょっとね若干ダメージあると思うんで、まだ無理していかないといいと思うんですけど、ちょっとこれはねランダイタ選手の距離でもあるんで、ね、頭を振るなりしてほしいですよね。自分は中間距離、相手が踊るリズムに合わせて自分も踊りを変えるファンランダイタになりますが、左ストレートカウンターです。カメラ選手ね、くっついた時に一瞬ガード下がるんですね。今日はでもいつもは下がらないのにどうしたんですかね。一瞬下がるんですよ、そこをやっぱ狙われてさっきダウン取られたんですけど、一瞬気抜けというか、はい、そこは要注意、ね、になるな、はい、ロイさん、はい、赤星さん、赤コーナーランゲージ3ですが、とにかくダウン取ったのよくやったと、あとはボディをどんどん狙っていくと、横から下から狙っていくと話しています、はい、得意のボディへアッパーへという指示が飛んでいるという赤荻歩美さんのリポートがありました。両者のボディが当たりましたが、カメラ光輝サイドからえぐってきました。右ジャブをついていきます。左タイミングは良かったんですが、あともう一歩踏み込めたらというところでしょうか。これは確実、これは確実に捉えた、今の左パンチは確実に捉えています、左ストレート。ただね、あの当たったからって揺らしちゃダメですよね、やっぱガード上げはしっかりしてほしいですね。そうでしょうね、右ボディです。まあ亀田選手の良さはね、やっぱりこの冷静さというか、慎重さが亀田選手の一番強みなんでね、あの一発一発当たったからといって、はい、がむしゃらに行かないでほしいですね。さあここから先ほどパンチをもらってしまった今の時間帯ですが、はい、第2ラウンドは両者もつれるようにして終わりました。この惑星の住人は物欲に支配されている。これどうやって使うんですか。宇宙人だ。しかも1キュッパに弱い。缶コーヒーのボス。世界が再び喝采した2005年2006年、2年連続最高金賞受賞、サントリービールザ・プレミアム・モルツ最高。一つ左ストレートが当たった後、さあ鬼塚さん、もう一つ今度は踏み込んだいいパンチが当たりましたね、はい、そうですね、あの前のラウンドであれだけの展開になっているのによくあの持ちこたえてますよ、はい、高原さん、右ジャブを出すんですが、ランライターはその逆に右を出すとガードが下がるという弱点も指摘されています、はい、そうですね、それあのいいカウンターを取れてるからまだいいと思いますね、はい、でただね、あのランライター選手はその後の開始のフックが非常にいいんで、ただでは終わらないと、はい、それを気をつけてほしいですね、ガードを。確かに畠山さん、世界タイトル、うん、あるいは世界タイトル王座決定戦、その挑戦者決定戦など、はい、ファンランダイタは自分がタイトルに絡んだ時には必ず判定まで行く、うん、つまりこれは自分はポイントアウト、ポイントを確実に取っていくスタイルなんだよというのをデータ的には証明してるわけですが、そうですね、確実に勝っていく方を選択する選手ですよね、ストレート、いい角度です、いいタイミングでした、左アッパー確実にポイントを取る、はい、そうなんです。 VTR では KO 勝ちを宣言したファンランダイタでしたが、その実よくよく聞いてみると、私の哲学としてはタイトルが絡んだ時には KO だろうが判定だろうが関係ない、勝つことが一番大事なんだよと本音を覗かせています。ランダイタ選手、左です、あ、ナイスですね、ガードが下がったところに左、左アッパー、左アッパーです、左アッパー狙います。カメラ光輝、おでこをくっつけたままの戦い、この距離感はカメラ光輝、これは鬼塚さん、カメラ光輝にとっていい距離感ですか。はい、いいですよ、パワーの違いは出てますから、はいはい、ただ一発で終わらず2発、3発といっていけばね、はい、もうちょっと精神的に追い込むように形になっていけばいいんですけどね、やっぱ柔らかいですよ、やっぱランダイタ選手、はい、まあ、この近い距離で戦えばですね、はい、あのランダイタのうまさは消されるんで、あ、なるほどね、くっついちゃえばもううまさはもう関係ないんで、はい、あとはパワーのある亀田選手の方が有利になってますね。確かに金平会長も接近してのうまさというのは感じないと、中間距離から離れた時にファンランダイタのうまさは感じるというふうに指摘しています。右ボディ
もう一回右ボディです。しかしワンランダイタも右ボディを亀田光輝が振った瞬間に左全て合わせてます。今から合わせてた選手とは思えないあのパンチもそうですけど、体もやっぱ大きいですよ。今日は昨日の軽量負けて15キロまで来ました。ワンランダイタの左ストレートは亀田光輝、亀田光輝は52キロまで戻りましたが、ファンランダイタはさらに上回る55キロまで戻しています。すごいその戻りを見てすごいなと思ったんですけど、かといって普通なんですよね。普通、はい、普通はもうそれだけ太れば腹が出るんですけど、もう全然普通なんで、今までそのやり方に慣れてるわけですね、はい、相当あのミニマム級時代減量で相当苦労したって話、そうみたいですね、聞いてますんでね、はい、ライトフライピンに上げてこれで3戦連続というか、はい、右フック、右フックから左アッパー、逆にこの階級の方が力を発揮できるかもしれないですね。そう本人も語っています。ボディをアッパーで狙っていくファンランダイタ。さあ亀田光輝、ここからどんな展開にするか。このラウンド残り30秒切りました。右アッパーです。夢の始まり、その始まりはダウンから始まりました。右から左というカウンターコンビネーションです。亀田光輝、左右ック、もう一回右左ストレート、このタイミングを狙っています。相手が右ジャブを出した時、ファンランダイタが右を出した時に要注意です。亀田の左が飛んでいきます。もう一回右ジャブを出していく、相手が大きいタイミング、そうタイミングを狙ってカメラが出す、ナイスフックから左ストレート、残り10秒切ったところでワンツーが当たりました。Did you know that more and more people are driving hybrids? They enjoy the ride and they help the environment. What do you think of a lifestyle like that?選ぶ楽しさ、ハイブリッドにも。ハイブリッドシネジードライブ。エスティマハイブリッド登場。ラウンド終了間際に右から左。畠山さんどうですか、うん。いいコンビネーションだったですよね。はい、あのやっぱり単発じゃなくてね、やっぱり3つぐらいのコンビネーション欲しいなと思いますね。はい、親父と一緒に世界のベルトだけを見てやってきた。睡眠中の夢で世界戦で勝って親父に肩車されているところを見たなと。その夢を正夢に変える舞台に立っている亀田光輝です。4ラウンドだいぶあのコンビネーションが出始めたんでいいと思いますよね、はい、ここからが亀田光輝の回転が上がっていく戦い方、ただ気になるのはいつもよりなんかスピードがないように感じるんですよね。それは鬼塚さんはどう見ますか。いや、うん、自分としてはそうは感じないですけど、僕としては逆にプラスリープです。前半のダウンからね、やっぱり豪快に今まで倒してきて、早いラウンドで倒してきたのに、ここまでよく立て直してね、展開を自分のペースに握って、持ってくるのがやっぱすごいなと思いますよ。なるほどね、はい、この短いキャリアで。それは畠山さん、うん、人生初めて窮地に立たされたと言ってもいいダウンでしたからね。そうですね、それからね、よく立て直しましたね。左です、耐えた、もう一回左蹴るか、左アッパー、左ボディのランダイタ、ランダイタが右を出した時に亀田の左がカウンターで当たるチャンスです。左アッパーはファンランダイタ、今のは怖い、今の怖いですね、ちょっと聞いてますね、今のは怖いパンチだ。そう、今みたいにね、肩とかでもいいんですよ、引き離していくことですよ、はい、殺せない、あの肩で押すのは畠山さん現役時代に得意にしていた動きですよね、あ、ナイス、いいですね、多分亀田君も僕の参考にしたんでしょう、でも相手を離すことによって展開は変わってきます。まずはガードを上げていく亀田光輝です。鳥さん、はい、亀田光輝はね、第3ラウンド終わって青コーナー戻ってくるときに、初めてこの試合チラッと弟たちを見て大外小さくうなずきました。左ボディ4のペースナイスポジティス取り戻してるようですね。とにかく下がるな、まだまだポイントを取っていけば大丈夫という指示です。はい、藤森翔平アナウンサー、確かにそれは青コーナーサイドも、そして皆さんも注目一致したと思います。左のストレートから左のフックでした。もう一回左、左を狙う、左連発、ただちょっと鬼塚さん、バランス悪いのが気になりますが、左ストレート、ちょっとね、足に力が入ってない気がする、ちょっと足入ってますよね、ちょっとそれが気になります、はい、ちょっとね、正直すぎるんで、もう聞いたらフリンチでも何でもいいんですよ、とりあえず、まあね、少しあの回復するまでうまくやってほしいですよね。鬼塚さん、そのあたりがカルロス・ボーチャン戦、カルロス・ファハルド戦と、左ストレートをしかしもらってしまった。あの試合を重ねるごとにサイドステップなどが上手くなってきたと評価されていましたが、はい、このランダイト選手がね、やっぱ柔らかいんですよ、まとめ返してくれないんですよ、ラッシュ、ラッシュから右ストレート、もう一回右、あの状態であれだけの連打が出るわけですから、まだまだね、はい、もう変えていれますよ、はい、ナイス、ナイス、先ほどのラウンド終盤見せましたワンツー、右のフックから左ストレートでした。もう一回再現しました。
得意は右ジャブ、そして左のアッパー、左のボディというのがファンランダイト、左ボディ、その得意のパンチが出てきました。右のフックを返した亀田光輝、左アッパーです。亀田光輝本当に、ね、19歳ですよ、19歳で、ね、この世界戦の重みというのはもう半端ないです。これだけの人が注目している中でね、これがプロ12戦目、力が入らない方がおかしいですよ本当に。ボディをもらった、しかし右を返した。第4ラウンドが終わりました。余った無料通話を無期限に繰り越せる無期限繰り越し始まる。最後ぐらい聞いてよ。au by KDDI キャンペーン実施中。木梨です。カエラです。木梨です。得意なことが違う同士が組むんだから。新しくならないわけがない。新世代光サービス光版。何作りましょうか。実はね。ウェブで会議中。嫌がらせなあかんけん。戻ってきた瞬間に亀田志郎トレーナーが亀田光輝選手の左頬をまずはたいて、これお兄さん気持ちを入れ直したということでしょうか。そうですね。もう踏ん張れと。お前やってきたこと信じてやっていけと。そういうことでしょう。やっぱりもう今まで積み重ねた土台が違いますから、まだまだ耐えれるだけのスタミナもあるし体力もあると思うんでね、ここ踏ん張って。世界で一番信用している向こうのペースになってるわけじゃないですからね、はい、そうですね。世界で一番信用している父志郎からの檄をもらって亀田光輝、第5ラウンド自らのペースにもう一度持っていくことができるでしょうか。やっぱり一発一発の迫力はね、亀田選手やっぱありますよ。これはポイントつながっていくと思いますよ、はい。ただあまりにも今までの豪快さが印象が強いですからね、こういう場面で大丈夫かという不安に落ちがちです。冷静に見たらですね、一発一発のパンチというのはやっぱり亀田選手の迫力があるんで、音が違いますよね。脅威は95センチという、これはまさにナイスボディからウェルター級の体のサイズを誇っている亀田光輝です。その胸厚、そして背中の筋肉から繰り出されるパンチの重さを持っています。腹を嫌がっているという青コーナー、カメラサイドからの声が飛んでいます。そのボディを打つことができるでしょうか。鳥さん、はい、その、ね、カメラ陣営なんですが、もっともっと積極的に自分が今までやってきたことを全て前面に出して戦っていこうという話、そして大振りだけは気をつけろ、チームでここから攻撃が生まれると。カメラ選手は非常にその発言もユニークだし、大きなことを言いますので荒々しさだけが目立つと思われる方もいると思いますが、実はこのガードを叩きて、そして小さなパンチを打つこと、ここからが亀田光輝というボクサーの本当の姿が見えるところです。本当は慎重な選手だと思いますよ、はいはい、もう試合前の顔つき見てもですね、はい、もう集中力も、はい、高めて、おでこをつけて右ボディという亀田光輝、ちょっと戦い方はですね、サイドボディはいいんですけど、これね、アランブレッドを倒したみたいな左のボディブローをね、まっすぐちょんと出すのは、そういうのが効いてくるかもしれないですね。今までやってきた3戦は全て世界ランカー、元世界チャンピオン、さらに同じ階級の世界ランカー、さらに対サウスポー、違う国の中南米と、ノエル・アランブレッド、カルロス・ポーチャン、カルロス・パワールドと全く違う、毛並みの違った選手を相手にする。あー、いいですね。それが大きな自信になっている。アジア圏以外の選手と戦っているのは自信になる。ナイスシュート。ナイスコンター。光輝は語っています。左がカウンターで当たりました。それでいいという声が大きく飛んだ。横浜アリーナに亀田志郎トレーナーの声がこだまします。土井さん、はい、赤コーダーカロス、アクコーダーですけれども、ね、ランダイのサイドですね、相手は弱ってきているからもう動けないんだから、相手の手が止まった時こそ狙っていけ、早いコンビネーションだと話しています。ナイス左アッパーです。確かにランダイドとしては相手が手が止まった時にも狙っていく、そのタイミングを測っているということなんでしょう。カナダ選手は全然弱ってませんよ、いいですよ、もうこのラウンドなんかいいコンビネーション当てますから。右左ストレート、結構ナイス。右です。重いパンチを打ち込んでますよね、はい、ランダイタは終盤にスタミナが切れる。これは新田豊と戦った WBA ミニマムの王座、暫定王座と統一王座、王座王座戦ですが、その時にも終盤にスタミナ切れを露呈しています。左が当たりました。まだ第5ラウンド、ここから時間は12分にあります。Now for every beginning there is an end. They wish to cure us, but I say we are the cure. Ah!
final decision. いよいよこれから試合は折り返し点第6ラウンドを迎えますが、第5ラウンド終盤に左が当たっています。竹原さん、確実にこうやってパンチを当てていくことによって相手を追い込んでいく、はい、まだまだ時間は十二分にありますからね。そうですね、亀田選手スタミナにはもう心配ないんで、まあ、大丈夫とは思うんですけど、あのね、あのランライダー選手の軽いパンチでももらわないつもりでやってほしいですよね、はい、ジャッジのポイントというのは有効打、クリーンエフェクティブヒット、さらに攻撃性、アグレッシブ、防御、ディフェンス、試合運びなどを含めた戦術、サイド、リングゼネラルシップ、この4点でジャッジはつけられます。そういう意味では鬼塚さん、破壊力という攻撃性、これは亀田につけられるところですが、そうですね、もう手数としてはファンランライター、その辺は一律の長を持っています。そうですね、前半これだけ亀田選手に対して打ち合ってますからね、後半になったらやっぱり亀田選手のスタミナもパワーも長引くと思うんで、うん、やっぱりこれだけね、亀田選手の強いパンチを、はい、序盤から頑張ってもらってますんでね、これやっぱり後半になったらやっぱり元々スタミナに不安がある選手ですし、はい、後半になったらやっぱガクッと落ちる可能性はありますよね。ナイスダブルです。このラウンド、亀田選手のフットワークというか、右の使いは非常にいいと思うんですよね。足の運びが変わった、はい、ただ止まって打ち合った時に、パンチをもらって打ったりナイス、いいですよ、追いかけになる、こじ上げていった亀田、ガードをしているところからこじ上げていました。もう一回右のダブル、こだわっている亀田が右にこだわっている。強いパンチというよりもね、コンビネーションで2発3発と打っているから余計いいんですよね。確かにタイミングが速くなっていますね、はいはい、左ボディはランダイダー、いいパンチ、得意パンチですね。得意の左のノーモーション、右アッパー、勝ち上げた亀田コーチ、あそこで返しのフックがね、出ればね、もう一つですね、はい、左ストレート、さらに右フック、右アッパーです、もう一回右アッパー、これがね、普通の選手ならあの一発もらっちゃうの強さが下がるんですけどね、やっぱ前にこう上体を倒してくるからね、はい、ここら辺がやっぱランダイタもうまいですね、はい、体の入れ替えがうまいですね。ただ畠山さん、はい、このラウンドは亀田光輝が右をダブルで打つので右にこだわってからね、チャンスを作っていこうとしてますよね。そうですね、やはりランダイタもですね、亀田選手の右の服のダブル、あれを警戒するんでね、どうしても左のパンチがおろそかになってくるんですよ、はい、亀田選手の左がね、右をもっと出すことによって左ストレートがもっと新しい生きてくる、はい、いや本当やっぱりトレーナーである指示もいいですよ、はい、このラウンドはすごくいいです。この右から体を出して左ストレート、落ち着いて亀田光輝が試合を運ぶようになってきました。やっぱ徐々に徐々にパワーの差が徐々にね出てきました ね、 ね、 やっぱりランダイタ選手ごまかしがうまいんで、はい、そこだけはねやっぱりね、小さなパンチでももらわないように頭を振るなり、小さいパンチでもポイントを取っていくと、そうですね、まあ、聞いてなくても、まあ、見た目印象悪いですからね。右ボディです。頭を下げていく亀田光輝、左ストレート、右ボディアッパー、タイミングが合っていました。さあ残りこの時間帯でパンチをもらって相手にいいイメージを与えさせないこと、あもらってしまった、右をもらってしまいました、ゴンにはなっても攻撃をした、そのファンランダイタに怒りの表情を見せた亀田光輝、やや右のまぶたの上が切れているのが気になります。帰り荒引き雑味なしブラックボス、夏だジョッキ生だ、キンキンに冷えたらジョッキ生、そだからジャンジャン冷えてます、名前もそのまま、夏はやっぱりジョッキタイム、イエーイ、サントリージョッキ生うまいよ。亀田が右まぶたの横を切りました。第6ラウンド、亀田が左を当てた、これは右からパンチを出したことの賜物です。あ、バッティングですね、バッティングですね、はい、バッティングによる傷を負った亀田光輝です。今日の WBA ルールはバッティングによる、偶然のバッティングによる減点はありません。第7ラウンドに入りました。先ほど竹原さんがご指摘になりましたのは、そのラウンド終盤も残り10秒来た時にパンチを当てると、これはランダイタなんとなく印象が良くなるということですよね。でも亀田選手もね、今のラウンドかなり出しましたね、逆にその前にポイントを取っていったと。そうですね、ただね、はい、足がどうですかね、開いてしまうんですね、うん、そこを気をつけてほしいですけど、夢の始まり、
その夢の舞台に立っている神田君、ちょっとなんかランダイター選手も疲れたのか、はい、なんかちょっと下がるような下がってきました、ね、うん、ここは一回もうガーッと神田さんに神田選手行ってもいいんじゃないでしょうかね。一つ流れを奪い返していく、はい、確実に奪っておく、ナイスボディー、はい、鬼塚さんが大きな声を出されましたが、ナイスボディー、遠いところから、ランダイターの腰が引けば、腰が引けば明らかに畠山さん、うん、今聞きました、変わりましたね、ランダイター、その前の腹が効いたのかな、今まではね、あの右のボディだったんですけど、レバーを今打ってるじゃないですか、ついに得意の左ボディですよね、これはいいと思いますよね。ランダイターの右脇腹、ここには腎臓、あの肝臓がありますね、これレバー打たれるとダメージ、ナイスボディ、下にも効いた、ナイスボディ、よっしゃ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 、よし、逃げるのはうまい、ランダイター、あのパンチを打ち終わった後に一瞬顔が浮くんですよ、そこがちょっと怖いね、心配ですね、ガードが上がってるんですけど、ね、ちょうどなんかね、打ち終わりが怖いよね、そこだけを狙っているランダイター、ちょっといいよいいよ、力の差が本当に出てきました、パワーの差が、パワーの差が出てくる終盤です、はい、横浜アリーナからは奇跡して空気通りです。いや、あの1ラウンドのダウンでね、はい、ああいう経験のない選手がここまでよく頑張ってますよ、本当にペースを取り戻してね、この老練なあの相手に世界チャンピオンになることに何の意味もない、意味がないというのはボクシングは世界チャンピオンになるしか意味がないからだと亀田志郎トレーナーも言います。その父の言葉を信じてここまで練習に日々励んできました亀田コーチ、左ボディ、はい、ボディボディ、右のダブル、簡単、両者の左、両者の左です、左側このランダイターは確かに状態の使い方もうまいんですけど、打たれ強いですね、やっぱり確かにそれが今まで一度もダウンしてないという証なのかもしれませんね。前半に見せたあのボディをね、打ってほしいですよね、もう一回右ボディ、その左ボディ、遠いところからでもいい、レバーの上を打っていけば相手のスタミナというのは消耗される、左です、ランダイターが2つ、3つと返してきました、相手の正面にちょっと正直すぎですよね、まだこのラウンド残り時間10秒ぐらいありました、ここで第7ラウンドの終了です。パチンコジョーズ、水曜日はジョーズの日、パチンコ花王、今あなたのもとへ。畠山さん、はい、第7ラウンドには序盤に左のボディがランダイターの脇を捉えました、そうですね、一瞬あれ効いたんですよ、あれをねやっぱりもっと対応してほしいですね、あの後明らかに鬼塚さん腰が引けた動きになりましたよね、はい、そうですね、あのもう前のラウンドからねちょっとあの腰が引き出したかなっていう、スタミナにもちょっと不安になってきてる感じなんで、僕はもう神田さんに全部言ってほしいですね、気をつけなければいけないのはパンチをもらうこと、効かないパンチであってももらうことによって印象が悪くなります、左ストライクです、やっぱりねこの終盤、ここからね中盤から終盤じゃないですか、はい、右ボディ、この終盤はねあのやっぱりあのパンあの力のパワーのある方が有利なんですよね、あのパワーのない方はやっぱり嫌ですよ、ここから先は持ちこたえるかランダイか追い詰めるか神田君、プレッシャーをかけていく、ランダイタもしかし下がりながら右のジャブを出していく、この距離はランダイタの距離ですからね、はい、もう一歩ですね、どうしたか、はい、青コーナーカメラサイド、カメラはね先ほどのラウンド終わってこちらに戻ってくるなり、ポイントをしっかり取ってやろうという話で陣営は大丈夫だとこれを返しましたね、で目の上の傷なんですが横に1センチ程度、全然大したことないと、浅い傷と問題ないということです、確かに今もリードが止まっています、ワン、ツー、スリー、フォーと見せましたカメラ君です、ランダイタ距離取ってきましたね、あそうですね、離れてますね、こういう今のカメラが右ジャブを出した時に届かない距離に、はい、これがランダイタです、もう一回右ジャブの左ストレート、とりあえずあのランダイタ選手のジャブを漏れないことですね、はい、どうしたら早く浴びせ、アッコーナーランダイスナイドですけども、チャンスがあるとポイントでも勝っていると、早いコンビネーションで倒せ、ここで最後にしろと話しています、ここで最後にしろ、陣営としてはゴーサインという意味でしょう、見ててね、一発打ったとちょっとあの、はい、当たってないパンチでもやっぱり
ジャブからつなげていったりとか、あのコンビネーションで当ててるので全部パンチ当たってるんでね、残り、ベルトライン1発目は捨てて2発3発と打っていけば、ね、はい、こうやってロックが決まった、決まった、左ボディが当たった、もう1回左ボディ行きましたよ、もうここでね、行かないとね、一気にフィニッシュ、うまいなこの辺が、逃げたランダイタ、この辺が老快ですね、ロープを背にするだけではありませんでした、全然見栄えがいいんで、もうどんどん詰めていくことです、はい、さらにもう1回残り1分がまだあります、はい、第8ラウンドに詰めていけるかどうか、コーヒー右の大きなアッパー、珍しいパンチを出しました神田コーヒーです、ガードの上からでしたが右はこじ開けてきました、ランダイター、ガードの隙間からパンチが入ってくるんですよ、隙間ね、ランダイターのパンチは、ノーモーションなんですよね、決してすごい強いパンチではないんですけど、ノーモーションで来るんでやっぱもらってしまうんですよね、カウンター狙っていました神田君、もう一回決めるか、ちょっと正直すぎですよね、神田選手は、来い来いというジェスチャーは何かリズムを変えたい、相手の出方を変えたいという意味かもしれません、ナイスボディ、もう一回このボディから活路を見出せるか、左引く、もうね、あのガードの上からでもね、ボディ打っていくしかないですね、ワン・ツー・スリー・フォー、いいんです、いいんです、ああやって手を出していくこと、ランダイタがまた残り10秒で手を出してきた、コウキも逆に手を出してお返し、よし、カウンターの試合でした、はい、キシリッシュ賞、人工呼吸の訓練をします、これ逆ですよね、何が、これとこれ、大丈夫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 、さあ助けて助けて、さあウェブまで引っ張る気、キシリッシュ賞、フルーティーってなんかエロいよな、フルーティーってなんかエロいよな、よなよな、フルーティー来ました。フルーティー来ました。お前フルーティーじゃの。出た広島風。フルーティー、フルーティー。ちょっといいかしら。何か。ウェブに聞いて。願いを込めた亀田光輝へのコールです。横浜アリーナ。終盤に入ってきてランダイタが戦い方を変えてきました、ポイントアウトを狙うような動きに変わった亀田光輝はそれを詰められるか、第1ラウンドにダウンを喫している亀田光輝、残り4つのラウンドが残されています、第9ラウンドです、ナイスボディ、鬼塚さん、はい、ポイントを考えるとジャッジというのはどういうところを評価するか人によってかなり違いますの で、 そうです、ね、楽観視はできません、そうですね、うん、けど試合のペースはやっぱり、はい、右アッパー、そうです、いいと思います、だからこういう風にロープに詰めていくことです、左ボディはランダイタ、スイッチしたランダイタ、もう一回戻しました、うん、右のダブルです亀田光輝、いやだけどよく亀田選手やっぱりよく練習してますよ、うん、うん、前半からやってねダウンもらって、あの打ち合ってね、よくこれだけやっぱりタイム持ちます、ガードした、本当あのランダイタ選手ガードの隙間からうまいですよね、うまいね、力ではなくて的確性を誇るランダイタ、またさすが百戦錬磨だ、いいパンチ、亀田君のいいパンチもらってるんですけどね、ピコンと当ててなんか、まあ、うまいバランスでごまかしてますよね、完全アウェイでもリング上は亀田君私1対1だと、ランダイタ敵地での戦いも気にしないことを強調しました、今みたいな軽いパンチでもいいんですよ、軽いパンチからコンビネーションで当てていくとね、下がっていくんで、左亀田君もねここであのジャブを打ってほしいんですけどね、はい、左ダブル、そうそうそう、あの右のダブルはね、あのポイントのタッチに来てる人はね、見栄えはいいと思いますよ、はい、迫力もありますし、左ストレート、うん、両者のパンチ、しかしフック気味に返してきたランダイタ、1分30秒、半分を過ぎました第9ラウンドです、入ってくるところにジャブを出したランダイタ、力強いパンチではありません、しかしその当てる技術は確かに天下一品です、ナイスボディ、もう一回頭をつける亀田光輝、ここから自分の体に右ボディもう一つ、左のボディが欲しいな、さらにさらにもう一つ左ボディ、右アッパーから左のボディ、さあ飛び左ボディ出ました、もう一つ左ボディ、いいですよ、ちょうどガードの空いてるところを打ってますね、からね、もう一回左ボディ、これは追い詰めていくことができません、はい、追い詰めてコンビネーション、もう一つ、これは効いた、効いてるよ、これは効いた、あ、効いた効いた効いた、確実に止まった、効いた、カメララッシュの時間だ、逃がすと、ここで無理してでもいかないとダメですよ、さあ大振りにはならない方がいいですね、うん、今でもやっぱりあのカルロス・ファハルドを仕留めた小さな回転の速いパンチ、ナイス、
しかし左ボディで一度そこからチャンスを大きく掴んだ神田浩樹。神田選手ちゃんとあのポイントは取ってますよ。今までのポイントはね、左ストレートからフックです。左のボディストレート、あー狙えるか、左ボディ狙えるか、早くも残り10秒、中盤だけまとめ打つ、まとめて打つ、ランナーいた、行こう、一つ返せ、返しておけるか、第9ラウンド終わって残り3ラウンドです。開発エンジニア、ジム、建設エンジニアに製造スタッフ、エイジェックなら大丈夫。ビジネスの現場にエイジェックの力、人材と企業を結ぶエイジェック。経理、秘書、一般事務、キャドオペレーター、エイジェックなら大丈夫。ビジネスの現場にエイジェックの力、人材と企業を結ぶエイジェック。日本人3人目の10代の世界王者に目指して、そして自身の夢3階級制覇を目指して、左ボディが的確にランダイタを捉えチャンスを作った第9ラウンドでした。競泳ジムとしては10人目の世界チャンピオン、そして兄弟初の世界チャンピオン、いろんな夢を背負っている亀田浩樹、残り3つのラウンドです。第10ラウンド、まずプレッシャーをかけてきた、あっという間にロープに詰めた、これは今までと違う。あ、もうちょっとランダイタ選手、嫌な顔してますよ、はい、ちょっと疲れたような顔してますよ。相手に肩でもいいから押していくことですよ。いいですね、決めていくこと。亀田選手いいですよ、この右ジャブ。右ジャブ出された、右ジャブからね、やっぱりね、はい、ストレート打ちですよね、はい、詰めていく、詰めていく、ナイス、右ローディから詰めていく、詰めていく、コンビネーション。畠山さん、はい、ここまで11勝10KO、はい、判定までいったのは10回戦での10ラウンドフルに戦ったのみ、はい、亀田浩樹にとってはこれから未知の領域に入る終盤ですが、うん、まあ、ただね、その練習とかでスパーリングとかも3人のパートナーを相手に12ラウンド、はい、左ストレートやってるって話も聞いてますし、もうそういうのはもう未知の世界とは言うものの、はい、全く問題ないですよね。練習量は豊富、どのボクシング関係者に聞いても亀田をやってるやつはいないと言います、はい、その豊富な無尽蔵なスタミナをここから披露するところです。よし、土井さん、はい、亀田サイド、父志郎さんは残り3つしかないんや、全部今までやってきたことを出し切れと、やはり心に訴える言葉をかけていますね、はい、ただストレートもボディも当たってきている、お前のペースなんやと話しています、はい、落ち着いて自信を持ってという意味を込めて亀田志郎トレーナーも送り出しています。あとはこのね、はい、ポイントに関してはやっぱり取る、ね、見る人によって見られますんでね、そうですね、ランダイタ の当たってはいないんですけど、このジャブをどう評価するかなんですよね、手数をアグレッシブと取るのか、ちょっとね、本当見栄えは良くないですよね、ガードの上からでも、打たれているというふうに思われる、そうなんですよ ね、左ストレート、右フック、返しのフックです。最近の世界戦もやっぱりアマチュア化しててですね、はい、そのやっぱり軽いパンチでも当たった方を取るっていう傾向があるんでね、左ストレート、明確なポイントを取っておきたい亀田浩樹です。そして一気にダメージを与えるのに越したことはありません。前へ前へというのは亀田浩樹、白トレーナーです、はい、左、もう一度いけるか、タイミングいいカウンター当たってますよ、はい、右ボディです。上下の打ち分けをねその場でやってほしいですよね。横浜アリーナの雰囲気は固唾を飲んでいるという感じです。リング上2人の拳を交えるのをじっと息を凝らして見つめています。ここでボディを行ってほしいですね。緊張感あふれるこの距離です。左、左を取る、左から右フック、このラウンドに来てあのコンビネーションが出るとは本当に余裕練習してますよ。さあラッシュだ、残り10秒、落とそう、ナイス、腰を落として左ストレート、いいですね。第10ラウンドまで終わりました。ウォークマン携帯かワイヤレスか、音楽なら au、 au by KDDI、 どっちもありです。キャンペーン実施中。携帯やパソコンで買った着うたフルもメールも
写真もアドレスも全部パソコンにバックアップ。リスモ au by KDDI ランチボックスプレゼント。畠山さん、ボクサーにとっては苦しい残りの2ラウンド、しかし最終ラウンドは両選手頑張りますから。そう、これが一番第11ラウンドですよね、はい、一番きついですね。いやもうだけど前回あの前のラウンドでね、足を踏ん張ってよっしゃっていう気合い入れ出したじゃないですか、最後ね、うん、これがもうあとは気合が必要ですよ。もう気合でね、もう相手をねじ伏せる、うん、そういう老快なうまさをね、若さと勢いでねじ伏せてほしいです。うまさを若さと勢いで、うん、あれぐらいの声声という、もう勢いでね、足の踏ん張りが必要です。右のジャブを伸ばしていった。いいですよ、それぐらいの勢いで。もう11、12などだったらもう技術段階よりも精神的なものの方がでかいんで、それを何度も乗り越えてきたこの放送席のお三方、言葉は一緒です。最後にラウンドってだけ、よっしゃ、右です。ナイスカウンター。もう喧嘩ボクシングでも何でもいいから、はい、行ってほしいですね、はい、あ、パンチ出せる、出すしかないです。世界を取るのは喧嘩ボクシング、今までのやり方と変えて取ったって意味がないと語る亀田光輝。その喧嘩の精神がここから発揮される場面だ、ね、練習でそれだけやってるからできるんですよ、うん、できると信じて前へ進む。今までの相手がね、弱いんじゃないかというね、左ストレート、ナイス、あの、ワン、ツー、ワン、そうそう、行こう行こう、そこで、でも、効いてないよというアピールをした、ナイスですね、問題はここからです、そう、ナイス、いいです、よし、もう一回行くぞという左をぐるぐる回した、カメラ攻撃です、いいですよ、気持ち的に、まだもうこの気持ちです。いいですよ、気持ちで攻めて、手数で攻めて、はい、パンチの威力で攻めて、それによって、はい、いいですよ、左から右、そしてもう一回左、起きろ起きろ、我慢しろ、もらっても我慢する時だ、起きなきゃいい、起きなきゃいいんです、状態を起こさなければいい、畠山さん、重心を下げる、上げるな、上げてはいけない、さあ行こう、まだまだ攻めていけば、ラストから攻めていけば、勝つチャンスは12秒にある。丸丸そう、ランダエタもしかしスタミナがあります。階級を上げたことがランダエタの時はやはりいい方に作用しているようだ。これだけね、カメラ選手のパンチをもらってスタミナ切るかなと思ったんですけど、やっぱり今までの原力を解放されたことっていうのは彼にとってはメリットなんでしょうね。メリットなんだな、これ切れないですね、スタミナが。ただ鬼塚さん、ここからですね、本当にここから残り1分、そして合計4分です、はいはい、全然あの受け身になってません。こういっていう気持ちが見えますから。攻めの姿勢、攻めの姿勢からパンチを出す。もう一個前。ワンツー、ダッシュ、カウンターだ。締めよう、締めて。ワンツーを出して。そう。苦しくてもいい。苦しくてもいい。倒れなかった光輝。ああ。追い込まれた。亀田光輝追い込まれた。締めて、締めて。足が今までの亀田光輝にない動きをしている。今まで亀田光輝の見せたことない姿。いや、いいんですよ、これが。でもこれがボクシングの世界のレベルですから。これが世界だ。いいんです、必死になって、うん、こんな基礎的に勝つ必要なんかないんです。こうやってくっついてね、クリンチしてね、ずるくてもいいんです。もう必死になって、これがもう必死になって勝つ姿なんですよ。シニドロブレイで世界を取れ。あと3分間、これが世界です。亀田光輝が戦い続けることができるか。残り3分、目を離さないでください。パチンコ上手、水曜日は上手の日。日本中が熱くなりました。日本中が心を震わせました。日本中を元気にしてくれたあの笑顔、あの歌声、パチンコ花王、今あなたのもとへ。亀田がワンツーを出した瞬間にもらったストレート、鬼塚さん、はい、ダメージが気になりますか。いや大丈夫です。まず一番ですから、まず気合です。もうこれをね、もうどんな形でもいいんですよ。必死になって、ね、手を出していくことです。横浜アリーナ、はい、そして日本中の声援を亀田光輝背中に沿ってラストラウンド、残り3分間のリングに立ちました。世界のレベルですか。そう簡単にはね、勝利は来ないですよ。これだけ必死になって戦う姿をね、やっぱり一般の人たちももっと見て、うん、
竹原さん、泥臭くてもいい、かっこ悪くてもいい、とにかくリングに立ち続けて勝利をもぎ取って、そうですね、それが世界のレベルの高さであり、それが世界を取る難しさですね。そうですね、やっぱり、ね、最後まで相手を倒してやるっていう気持ちですよね、はい、うん、やはりね、相手もやっぱりこれ勝つと負けるときはこれが今後の人生変わるわけで、そうですね、やっぱり人生かかってるんですよね、お互い、お互い人生をかけた3分間。もらった、ワンツーもらった、もう一回ワンツーから右フックが飛んできた、ランダイタに右ジャブを出した、ジャブやっぱ動きが良くなったな、ランダイタ、このラウンド最後だからもう左のボディストレート、持てる力を出しているランダイタ、亀田光輝もここから持てる力を出すしかない、残り2分になろうとしています、踏ん張りです、踏ん張り、うん、亀田選手はもうあれですね、なんとかやるかやられるかの勝負をしてほしいなと思いますね、ここまで来たらもうね、最後は攻めてほしいですね、身を挺して攻める、はい、本当ね、全体力使ったっていいんですよ、ね、ゴングが鳴るまで全体力を使って、そう、ガース、ダウン、ナイス、ワン、ツー、スリー、フォー、まだまだあのパンチがね、あの速いカンビネーションが出るわけですから、この12ラウンド、そう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 、ワン、ツー、スリー、フォー、右フック、ナイスストレート、左アッパーはランダイト、ナイスストレート、左ストレートです、右ジャブ、ジャブ、ランダイタ、ランダイタ、ミニマム級に続いてライトフライ級のチャンピオンに輝くか、それとも亀田光輝が初めての世界タイトルマッチで亀田家の夢、自身の夢、世界のベルトを巻くか、半分が過ぎています、足をもう一回動かして亀田光輝、ナイスストレートです、そこから行け、もう一歩、さらに追い詰めるか、手出せ光輝、頑張って、小さなパンチが左ストレート、トモキが顔を歪めながら根性を出せという声を出している、よしよしよし、リングサイドから根性という声を聞いた、残り30秒、すごいですよ、右左左をもらった、カメラ光輝、ランダイタも人生かけている、亀田光輝も人生を拳に乗せている、ナイス、ナイス、その二人のパンチの会話、拳の会話はまだ終わらない、いけ、あ、よし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 、左ストレート、追い詰めた、最後にロープギアに追い詰めて、ここで12ラウンドフルに戦った試合終了のゴングです、勝敗は判定によって決まります、鬼塚さん、思わぬ形、はい、1ラウンドの終了間際のダウンから始まった今日のライトフライ級タイトルマッチでした、はい、そうですね、いや、今までがもう快進撃でしたから、豪華に倒してくれるだろう、期待がね大きすぎて、だけどこれがね世界を挑戦するという本来の姿ですよ、必死になってね、これがもう簡単に勝っててね、舐めてるボクシングをしてたらね、もうあの時点で負けてます、よく本当に12ラウンドまでね手を出してね踏ん張りました、もうすごかった、うん、逆にもうこの試合を見て改めて亀田選手の強さっていうか凄さをね僕は感じました、窮地に立たされたところから畠山さん、はい、真の人間の力の強さみたいなものを見せてくれました、うん、そうですね、初めて迎えたピンチだと思うんですけど ね、やっぱね本当出鼻をくじかれたダウンを取られたんですけども、やっぱダウン食うとねやっぱ効きますよダメージはね、それやっぱ12ラウンドフルにこうやって打ち合ったわけですから、やっぱすごいなと思います、ジャッジは3人です、パナマグスタボパティージャ、フランスダニエルタロン、韓国キムクワンス、ジャッジペーパーがリング上で集められています、夢が叶うのか、夢の叶うのは持ち越しになるのか、まさにジャッジメント、それが下る瞬間をリング上で待っています、目の上から血が流れています、亀田光輝、ジャッジ採点の集計に時間がかかりました、まあ、微妙な採点ですからね、ジャッジグスタボ・パディジャ115対112、ファン・ランダエタ、パナマはランダエタ、グスタボ・パディジャ、ジャッジキム・カンス115対113、亀田光輝、韓国キムカンスは亀田光輝、1対1、ジャッジダニエル・タロン
114対113、以上2対1のスプリットディシジョンをもちまして、勝者 WBA 世界ライトフライ級新チャンピオン、なにわの挑戦。死に物狂いで勝ち取った世界一の座。よし、かっこのいい亀田光輝はここにはいません。かっこ悪くてもいい、立ち続けた、パンチを振り続けたことによって世界一の座を奪った亀田光輝。亀田家の夢、亀田光輝の夢叶う。こらえきれぬ涙、抑えきれぬおえつです。チャンピオン亀田光輝殿、あなたは2006年8月2日横浜市においてファンランデータと12回戦を行い勝利を得たので、ここにチャンピオンたることを認定します。2006年8月2日財団法人日本ボクシングコミッション、コミッショナー林優子。日本人3人目の10代での世界チャンピオン誕生、競泳ジム10人目の世界チャンピオンは亀田光輝。鬼塚さん、はい、この抑えきれぬ感情、いつものパフォーマンスではない真の亀田光輝の姿がリング上にあります。いや、もうこれが本当の姿なんですよ。もうね、本当に家族で掴んだ、もうお父さん兄弟もうみんなで掴んだ勝利ですよ。もう本当にすごい。横綱朝青龍関が祝福、判定は本当に僅差でした。竹原さん、はい、どちらに転ぶか分からないと言っていた判定は、はい、115対112はパナマのグスタボ・パティージャ・ランダエタニ、はい、韓国キム・カンスは115対113、2ポイントだけ亀田光輝に、うん、そしてフランスのダニエル・タランは114対113、はい、本当に1ポイントだけ亀田光輝が上回った。そうですね、この1ポイントで世界一になった。チランズのダウンを踏ん張って力いっぱい戦った証ですね。勝利者トロフィーが贈られます。大横綱に抱えられた亀田光輝が呆然自失。畠山さん、はい、何か人間の奥底から湧き出てくる底力で奪った世界ベルト。そうですね、19の選手がね1ラウンドにダウンを食ってですよ、12ラウンドまでもう状態って枠以上に打ち合ったっていうのはやっぱすごいですね。本当にしかし僅差でしたね。僅差でしたね。1ポイントということはどちらかのラウンドで相手に奪われていたら負けていたということですよね。そうですね、1ラウンドやっぱりダウン食ってるんで、それでまあ10対8で2ポイント取られてるわけじゃないですか。そこからやっぱり巻き返してね、はい、この僅差のそのね勝利をねこっちのものにするのはね、やっぱり日頃の努力です。どれだけ積み重ねてこの勝利にね命をかけてきたかです。はい、それがよく試合に出ましたよ。さあ、それでは皆さんお待たせしました、新チャンピオンです、亀田光輝選手です。おめでとうございます。はい、とんでもんじゃー。待ちに待ったこの世界戦の舞台で見事に頂点に立てました。よし、今日は不細工な試合してすみません。この独特の雰囲気の中、勝たなければいけないプレッシャーの中でいきなりダウンということもありましたが、最後まで立ってベルトを手にしたのはあなたです。親父のボクシングを世界に通用するっていうのを証明できてよかった。長男として一家を引っ張ってこの7年半ボクシングをやって、今日が夢の始まり。後ろで父志郎さんも涙を流しています。この肩にかけたベルトどうしますか、腰に巻きますか。これは親父にプレゼントします。親父ありがとう。この番組はもっと新鮮な驚きをモアサプライズの強楽、水と生きるサントリー、ナイキ、トヨタ、 X-Men ファイナルディシジョン、エイジェック、
KDDI 明治製菓がお送りしました。